変わんないですか。やばいね。470kg すごいよ。疲れますね、ロングドライブは。これだ、カーボンじゃない？カーボンの、クラッシュカーボンじゃない？クラッシュカーボンのやつを自作です。これ本物？本物です。すごいっすね。自作はすごいっすね。これ結構めんどくさいじゃないですか。めんどくさいしね、工程が。俺、まあ、ほら、ショップさんがやってるの見たけど、めちゃくちゃめんどくさいですよね。貼って削って貼って削って貼って削ってって何回もやるんですよ。最初なんかこうやっていっぱい散らしていったりしながら。そうなんですよ。時間かかるんですよね。かかりますね。え、これどのぐらいできてるんですか。これ4回ぐらい貼ったり削ったりして、うん、あ、なんかダンディーで描きましたよ。完全になりきってますね。もあれ、ここもクラッシュ。あ、これもクラッシュ。すげーじゃん。これなかなかかかってますね。これも自作です。自作すごい。ほぼ全部自作です。これをプロに頼んだら結構高いっすよね。高いですね。これもこれが、はい、シビックのなんかリアウィングを短縮加工して、うん、でクラッシュを自分でやったと。多分やってる人いないですよね。やってる人多分いないですよね。もうマフラー自体安物なんですけど多分、うん、なんかこれガソリン車用なんですよ。あ、それをもうつけた感じですか。ガソリン車用をハイブリッド用にこうパイプレイアウトして、で中間が針がでかいんで、対抗が、うん、リアだけ変えても音がほとんど変わらないんで、中間を GR86 の対抗入れて。音やっぱ変わりました。全然違いますね。もう消耗されちゃうんですよね。そうなんです。太鼓が結構なこれくらい幅あるんですよ。でかいじゃん。それが GR86 なんかもうこれくらいなんで。あ、じゃあ全然変わるんだ。はい。で IS のパドルシフトも入れて。おお、すごい。じゃあ面白いですね。そうですね。パドルね。まあ CVT なんであれなんですけど、まあでも何もないよりはちょっと遊べるかなぐらいなんです。まあ、遊び心ですよ。そうですね。そうそうそう。だって普段乗るんだからさ。せっかく音出るようになったんで、まあ、そうですね。面白いですよね。はい。ホイールあるワークだ。エモーションでしたっけ。エモーションの 10.5J です、ね、一番ゴンケーブルが深いやつが欲しくて。あ、で太さもある。 10.5 じゃないとこの一番深いやつじゃないんですよ、うん、9.5J だともう一個なんか浅い。違うんですよね、はい、もう見た目がもう全然迫力が全然違うんで、やっぱりこの 10.5 じゃなきゃ嫌だったんですよ。やっぱこれ色合わせてあるんですか。そうですね。なんとなく、まあ、自分で塗装したんですけど。そうですよね。このブルーって、いろいろ変わるんだこれ。これあれです、ね、ユージさんにやってもらっていい。ああ、そっかそっか。ユージさん得意っすからね、こういうのはね。ああ、もう全然違うわ。これいるんですか、こういう人は結構。あ、今日のオフ会でも。いました。いましたね、やっぱり。これは目立ちますよね。そうですね。これ見てるだけでもね。シャコチョって何でしたっけ。今はクスコです。ブリッツで、ブリッツがあんまり乗り心地良くなくて。ブリッツ柔らかくて、特に後ろが柔らかくて。あ、そういう意味で乗り心地がってことです。そうです、なんか底付きしちゃうみたいな感じで、バンプラバーカットしてとか、ね、でガタガタ結構してて、クスコの方がなんか腰があるっていうか、しっかりしてる感じが。もうメーカーによって全然違うんですよね。そうですね。こういうとこもやっぱね、おしゃれだよね。あ、これ自分で塗ったんですね。こういうのもね。はい。もともと黒なんでしたっけ。つや消しのあのプラスチックみたいな感じです。あ、じゃあ全然か印象が違うね。なんかこういうとこ、こことかこことかは自分で塗ってますね。すごいな、これ自分でやってんだ。パドルつけて。パドルいいじゃないですか。そうですね。ねえ、完成度まだ6万7000キロ意
外と使ってない。意外と走ってないじゃないですか、はい、毎週群馬来れば伸びます。いいっすね、ルーフもあって。あとは次は 何やるんですか。あとはサイドのこのアンダーっていうんですかね、うん、あそっちも、それをまたクラッシュカーボンで作ろうかなと。ああ、まあ統一した方がね、そうですね、うん、前後ろと来てるんで。そうですよね、クラッシュカーボンやる人はなかなか少ないと思いますよ。